はい。産福祉士、資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福祉士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 2024年版社会福祉士合格テキストの3回目となります。今日はですね、人体の構造と機能及び疾病の3元から脳と感覚器についてやっていきたいと思います。2024年版社会福祉士合格テキストの3回目です。人体の構造と機能及び疾病から脳と感覚器についてです。1番です。人間にはどれだけの骨があるでしょうか 約200個ですね。200個の骨が人間にはあるということですね。2番です。骨と骨の結合部のことを何と言うでしょうか。関節ですね。3番です。人間の筋肉には3種類あります。答えましょう。まず骨格筋というものですね。姿勢の保持や手足を動かすなどの運動に関わる筋肉です。 そして、心筋ですね。心臓の収縮に関わるものですね。そして、内臓筋というもの。内臓器官の形成に関わるということですね。この三つですね。大きく三つです。骨格筋というのは、まあ、あの、運動したりとか、姿勢を正したりとか、そういう、まあ、筋肉、いわゆる筋肉ですね。で、心筋は心臓の筋肉。そして、内臓筋は内臓の筋肉。こういう覚え方でいいと思います。4番です。 血液中に直接放出され、体の特定の部分の働きに影響を与える化学物質を何と言うでしょうかホルモン。というんですね、えー。体の特定の部分の働きに影響を与える化学物質をホルモンと言います。5番です。ホルモンを分泌する器官を何と言うでしょうか内分泌器官、または内分泌腺 と言います。6番です。脳下垂体全葉は骨や筋肉、内臓の成長促進に作用する何というホルモンを分泌するでしょうか成長ホルモンですね。まあよく聞く言葉ですけれどもね。これが脳下垂体全葉というところから分泌されるということですね。7番です。脳下垂体法溶は 腎臓の尿細管における水分の再吸収を促進する何というホルモンを分泌するでしょうかバソプレーシンというものですね。抗利尿ホルモンと言いますが、これがあの出されるのが脳下水体応用ですからね。8番です。水臓ランゲルハンストは何というホルモンを分泌するでしょうか ?2 つ答えましょう。 一、はい、つがグルカゴンというもの、アルファ細胞と言いますが、血糖値の上昇をさせるんですね。もう一つがインスリンというものですね、ベータ細胞と言いますが、血糖値を下降させるんですね。これ覚えておいてくださいね。水臓のランゲルハンストは試験でかなり出やすいです。で、えー、何を、まあ、ランゲルハンストは分泌するかというと、グルカゴンとインスリンで、グルカゴンは血糖値を上昇させる。そして、 インスリンは血糖値を下降させるということですね。この辺まで覚えておいてください。9番です。副人皮質は交換神経を刺激する何というホルモンを分泌するでしょうか二つ答えましょう。アドレナーリンですね。主に新機能を更新させるもの。そして、ノルアドレナーリンですね。これは主に抹消 間を収縮させるものです。まあ、よく聞く言葉だと思うんですが、こういった2つのものを分泌するのが副腎皮質ですね。10番です。聖戦卵巣は月経妊娠出産における働きをする。何というホルモンを分泌するでしょうか？ベストローゲンというものですね。11番です。聖戦清掃は男性期の。 形成と発達における働きをする何というホルモンを分泌するでしょうかエストステロンですね。12番です。消化体は睡眠調節をする何というホルモンを分泌するでしょうかメラートニンですね。これも最近、まあ、たまに聞きますよね。えー、睡眠を、こう、まあ、あの調整する。 ホルモンとしてメラトニンというものがあります。それは消化体というところから分泌される。ですね。13番です。脳は何という部位からできているでしょうか ?6 つ答えましょう。大脳、反脳、小脳、中脳、脳そして塩髄ですね。この6つから脳はできています。 はいえー、14番脳の構造についてです。ここでもですね、私の手書きの脳の部位の図を作っております。ちょっと見にくいかもしれませんが、すいませんね。えーまあ、こういったですね、大,大脳、小脳とかですね、えー、中脳、超分髄、死傷、死傷株というのをこう私の手書きで書いてありますんで、まあ、よくまあ見といてほしいんですが、えーまあ、ここで一問一答しますね。えー、中脳、 胸、塩髄。中脳と胸と塩髄というのがこのあたりですね、えー。青く塗っている部分にあるんですが、ここの3つを何というか、もう出てますが。はい。脳幹と言います。中脳、胸、塩髄のことを脳幹と言います。でそしてですね、死傷と死傷株っていうのがここ、あの、黄色く塗ってある部分、真ん中ですね。真ん中辺。脳の真ん中辺にある死傷と死傷株というものは何という部位でしょうか はい、これも出てますが、寒脳と言いますね。え、大まかにでいいんでね、こういったことを覚えておいてください。で、消化体っていうメラトニンを出すところは、この脳の真ん中のね、黄色い部分のこの辺にあって、えー、下水体というのがここですね。これも真ん中のちょっと下の方。小脳っていうのが、大脳に比べて、まあ、ちっちゃい脳なんですけれども、かなりちっちゃいですよね。大脳がめちゃくちゃ大きくて、小脳はかなりちっちゃい。まあ、この辺もですね、えー、大体でいいんで覚えておいてください。 15番です。脳の構造の2です。えー、大脳は4つに分けられます。答えましょう。はい、もう出てますけれどもね。えー、右のような図ですね。これちょっと見やすいですけれども。はい、大脳の4つ、答えましょう。はい、前頭葉。そして、頭頂葉。そして、後頭葉。北頭葉ですね。この4つに大脳は分けられます。はい、次、16番です。運動中枢。 運動性言語中枢、ブローカー中枢があるのはどこでしょうかまあ運動を司さっている部分の脳ですね。はい、これが前頭葉になります。17番です。視覚中枢があるのはどこでしょうかまあ視覚を司さっている脳の部位。これは後頭葉なんですね。え視覚は後頭葉覚えておいてくださいね。18番です。感覚性言語中枢、ウェルニッケ中枢や えー、聴覚中枢、味覚中枢があるのはどこでしょうかはい。即答用。な、ま、ん、あ、ですね。これも覚えておいてください。まあ、あの、ウェルニッケ中枢と、あの、聴覚中枢ですね。聞くことや味覚、味を感じるところは即答用。ですね。覚えておいてください。はい。次に19番。目の構造に行きたいと思います。すいませんが、これも私の手書きの図となってますんでね。 え、ちょっと、あのー、あまりうまくないですが、見てください。えー、これはですね、もうまあ、覚えてもらうしかないんですが、まずこの目のですね、えー、ここの部分ですね。で、ここを水晶体と言いますで。水晶体の前にある膜ですね、青い膜、これを白膜と言います。で、真ん中にある目の真ん中ですね、真ん中にあるもの、これを、まあ、ガラス体と書いて、小脂体と言います。 そしてですね、えー、目のですね、こう真ん中からこう後ろにかけてにある膜ですね。これ透明で書いてますが、これを網膜と言いますね。そしてですね、えー、この目、目の外周をぐるっと囲んでですね、この赤いピンクの図ですけれども、ピンクの図があって、で、真ん中にずっと、まあこれ脳にまで続いてるんですけれども、これを視神経と言いますね。この図ですね。 この部位のこう違いというか、配置、簡単に覚えておいてくださいね。20番です。目に入った光は、角膜と何で屈折するでしょうか水晶体ですね。角膜と水晶体で屈折をします。えー、水晶体というのはまたですね、ピントを合わせる働きもあります。21番です。小子体を通って、どこに像を結ぶでしょうか 網膜ですね。えー、では22番。網膜には視神経があり、光の情報を何を通じてどこに伝えるでしょうか視神経を通じて、大脳高等用の視覚中枢に伝える。 ですね。はい。で、出ましたね。えー、視神経を通じて、大脳高等葉。ここでですね、だから、視覚の関係は、目の関係は、後頭葉が司さってますので、大脳高等葉の視覚中枢に伝わるということになります。23番です。耳の構造についてです。えー、右に図がありますね。えー、これ結構わかりやすい図ですけれども、耳は何という部位で構成されていますか ?4 つ答えましょう。これも出ていますが、 はい、えー。外耳というものがあります。まず、まあ、一番外側ですね、えー。外から入ってくるところですね。外耳。外耳ですね。外耳があって、そこは、耳、え、飼、ー、と外耳道というものからなっております。次に、中耳ですね。真ん中、耳の真ん中と書いて中耳。それは、鼓膜と耳小骨というものから成り立っています。 次に内耳ですね。内耳は下牛と三半期間ですね。半期間と書いてありますが、三半期間。下牛、まあ、片つカりツムリみたいだから下牛と言うんですが、この下牛と三半期間から成り立っています。最後、聴神経ですね。えー、最後、まあ、脳につながっている神経、聴神経。こういった外耳、中耳、内耳、聴神経という4つの部位から構成されております。24番です。 図い、えー、と外自動で集められた音によって何が振動するでしょうか鼓膜ですね。25番です。中耳の自小骨で振動が増幅されてどこに伝えられるでしょうか波牛に伝えられるんですね、えー。自小骨で振動が増幅されて波牛に伝えられる。26番です。 過牛で腸,腸細胞によって電気信号に変換され、どこへ伝えられるでしょうか腸神経を介して、大脳側頭葉の聴覚中枢に伝えられるということになります。この流れですね、仕組み、この目と耳の方は覚えておいてくださいね。過、えー、牛で腸細胞によって電気信号に変換され、 聴神経を介して大脳側頭葉の聴覚中枢に伝えられるということになります。はい、えー、今回ですね、試験対策として人体の構造と機能及び疾病の科目より脳と感覚器を取り上げています。まあ、脳もですね、えー、いろんな部位ありますよね。えー、頭頂用とか側頭葉とか、と感能とかですね。 えー、視聴歌とかですね、いろいろあります。これもですね、大雑把にでもいいんで覚えておいてください。そして、まあ、どこがどういう働きを果たすかというのも、試験ではかなり出やすいんでね、覚えてください。そしてですね、えー、目と耳ですね。これもですね、なかなか難しいんですが、あの、私の手書きの図と、 ま、あの、手書きではない図もありますけれども、そこでですね、一問一答でですね、わかりやすくあの作っておりますんでね、何度も何度も見て聞いて覚えてください。はい、えー、社会福祉の試験における必須の知識を整理して一問一答にしています。何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね、えー、生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤、通学の時間、 夜寝る前の30分とか、朝起きた後の15分や20分でもいいのでね、えー、毎日コツコツやることでですね、必ず力つきますんでね、えー、社会福祉試験に向けて頑張ってください。はい、えー、社会福祉試験合格的ト動がまだまだ出していきますのでよろしくお願いします。以上です。